こんにちは。地べの上野でございます。それでは参りましょう。オセアニアの地形資源都市。画面の方、こちら、パーンと出しますので、ご確認ください。はい。では参りたいと思います。オセアニアの地形と資源と都市なんですけども、まずはですね、ピンクマーカーをご用意いただきまして、塗っていきましょう。うん、オセアニアというのは、まずはですね、古希増産体と新規増産体がそれぞれ存在をしております。新規増産体をこちら、ピンクマーカーで塗らせていただきます。こちらの場所ですね。島々的なこのオーストラリア大陸の周りを覆い囲んで、こちら こちらの部分分ががこここれが新規増産体のの一応分布とということになりますこちらの方も塗っていきましょうか。ということで、まずはオーストラリア大陸に新規造山体がかぶってないんだなというのが、これが見たら分かると思います。結構そこ狙われるんですよね。オーストラリア大陸は新規造山体が分布し、ブブーみたいなのがあったりとかします。ですので、まあ、これはご注意いただきたいところではありますね。けど とはいえ、やっぱりですね、オーストラリア大陸って、そのすぐそばのところをこう、かすめる感じで新規が通ってしまいますから、オーストラリア大陸のその新規側のこの沿岸地域とかは、意外に原油が通れるっていうのは、ちょっと注意いただきたいところではあります。国内の人口がそんな多くないので、この石油とかも結構輸出に回してしまうことになるわけなんですよね。なので、ちょっとそこですね、オーストラリアの新規はないけど、原油はあるね、の、まあ、このちょっとずれてる感覚をぜひつかめるようにはしておいてほしいなと思います。 で、まあ、新規造山帯なんですけども、こちらのですね、スラウェシ島というこのなんかアルファベットの K の形をした島から東側の方は、新規造山帯の中でも、関太平洋造山帯になります。ここから西に行っちゃいますと、あの、アルフスヒマラヤ造山帯になりますので、ちょっとまあ違う枠組みにはなるんですけども、関太平洋造山帯のエリア内の方にこちらが入ってくることになりまして、で、まあ、このなんかね、見ておくべき国というか、島の名前は3つですね。こちらはまず、パプアニューギニア、まあ、ニューギニア島と、あとはニューカルドニア島。 それから、あとはこちらのニュージーランドであります。まず、こちら、パプアニューギニアなんですけども、まあ、新規増産体で、まあ、火山とかもですね、やっぱあったりとかしますから、火山の、まあ、そのドロドロしたマグマが地表面の方へと銅孔を運んできますので、銅が産出をします。パプアニューギニアに銅のイメージは持っておきたい。そして、こちら、ニュージーランドに参りましたら、こちらもですね、火山がありますおかげゆえに、ワイラ系地熱発電所、赤ペン引っ張っておきますか赤じゃなかったですね。引っ張っておきましょうか。 はい。というところでございまして、ニュージーランドでは地熱発電が行われてもいますよ。ちょっとご注意いただきたい点ではあろうかと思います。 あと、それからですね、これも意外ですよね。フィヨルドがあります。なんか、フィヨルドってさ、氷河の浸食によって削られた有字の谷が海水の下に沈み込んでできた浸水海岸なんだって言われます。だから、氷河あるとこフィヨルドありなので、寒いところこそ大体いいフィヨルドあるよねって印象付けている方が多いと思うんですよ。それと、なんかアメリカ、カナダの北の方にあったりだとか、アイスランドとかノルウェーのスカンディナミア半島、西岸とか、こういうところにフィヨルドがあるって言われたものは何の疑いも,もう 持たなないと思うんんですけどもなんかね日本人って勝手にニュージーランドあったかい南の島やと思ってる人が多いんですよ。そんなことないでと。まあまあ寒いで、ね、っていうのはご注意願いたい。だってニュージーランド南島の方ってこれあの北何位40度台後半とかなんですよ。 40度台後半って日本やったら北海道の先っぽぐらいのところになりますから、めちゃめちゃ緯度高いじゃないですか。で、しかも、まあ、これ新規造山体で山も高いです。この場所のこのピンクの部分って、サザンアルプス山脈っていう山脈になってます。地形断面図でこそ通われはしないと思いますけども、最高峰は3700ぐらい、まあ、富士山ぐらいはあるわけですよ。だから北海道の先っぽに富士山ぐらいの山があったら、そら寒いかなと。氷があってもそらしゃあないやろ、文句言われへんやろと。まあ、そのように思います。 なので、偏西風がババババンバンバンバ,ンバンって吹き付けてきましたら、まあ、この山にぶち当たったものが雪を降らし、っていうのをまあ長年積み重ね、氷河が成長し、氷河が山の斜面をシュイーンって滑り降りるときのそのまあ力で U 字の谷がゴリッとえぐり取られ、U 字谷にまあ海水が入り込むフィールド、まあそれはあるだろうと、お考えください。いいですかね。 で、そして、そのニューギニア島とニュージーランドの狭間にありますのがニューカルドニアです。フランス領ニューカルドニアなんですけども、ここではニッケルが取れます。ニッケルめっちゃ大事ですね。ニッケルがどこで取れますかって言ったら、まあ東南アジアとかもニッケル取れるんですけども、まあ、ここを覚えておくのが一番手っ取り早いと思います。ニュッケルって言ってください。ニューカルドニアでニッケルになら、ニュッケルって言ってください。あの、あの、電車とかで言うのは多分恥ずかしいと思うんでやめた方がいいですけど、受験会場でも言ってった方がいいです。受験会場でも周りのや 奴らのあの、もう全くもう目を気にせずに、ニュッケルって叫んでください。多分、隣の受験生が、あ、隣の日やばいやつやと思って、あの動揺して点数を取りこぼします。落ちます。大丈夫です。そんな感じで、ニュッケルって受験会場で叫ぶようにしてください。お願いします。 ね、まあ、場所覚えやすいでしょこれ、すごいいいだよね。この、ニューギニアとニュージーランドの間にニューカレドニアですよ。全部ニューリーな感じの造山帯の中に、ニューニュー、ニューニューしてます。もう、スーパーニューニューです。ニューカレドニアじに、ニュージーランド、間違い。ニューギニア、ニューカレドニア、ニュージーランドがニューギーな造山帯に、 次いきますでそして、えー、とこちらですね。あとはあのあの大陸の方に見ていきましょうか。大陸の方、オーストラリア大陸の方はオレンジマーカーにて塗っていただきたいと思います。古希造山帯がありますねと。古希造山帯がありますねって感じです。 で、このオレンジマーカーで捉えましたところのこの、まあ、一番この大きな筋の部分ですよね。これがやっぱ何と言っても有名なグレートディバイディング山脈でありまして、高さ的にはこの辺りは一応ですね、まあ、1000から1500ぐらいで考えておきましょう。 一応ね、グレードディーバイニング3クって最高峰は2228メートルなんですよ。なんか上の方6メートルぐらい削って222 2にしたいんですけど、まあぐらいあるんですよ。まあ高いじゃないですか。で高いんですけど、ただやっぱいつも言ってますけど、そのピンポイントで最高峰を切って断面図ができるわけじゃないので、切った時にはそんな大したことにはならないと。なので、1000メートル ソルダへの中盤ぐらいまでが関の山ちゃいますか？と考えた方がいいかなと思います。そして、西側全体のところは別に大した造山帯に覆われてませんで、こちらですね。安定陸海がまあ全面的に広がってますよということになります。 だからさ、まあ断面図的に切ったら、もうずーっと平坦でも面白みない感じになりながら、最後だけちょっとグレートディバイニング、みたいな。<laughs> まあこんな感じの断面図にオーストラゲ大陸はなりますよというのは、まあしといていいと思います。で、安定陸解でありますが言にこちらですね。例えば、えっ、ー、と、鉄鉱石ピルバラ地区で産出をしますというところが見られるであるとか。まあ、別にこれ安定陸解ではそんな関係ないんですけども、南西部の方にはカルグーギーっていう、まあもうかつてゴールドラッシュを支えました金バリ取れるところがこちらの方にあったりするのも有名です。 でございますあとは、えーっとですね、アボリジンたちの聖地であります、こちらエアーズロックという、これは地形、名称的に言いますと,、えー、っと、モナドノックと言われる、侵食,、まあ、食されなかった、削り残らされた、まあ、そういうような盛り上がった地形、まあ、モナドノックというものでありまして、残球という言い方も日本語ではすることがありますね、残球という言い方をすることもありますね、というのは、ぜひとも覚えておいていただきたい内容かなと思います、残球ですね。 はい。です。あとは、北方の方に参りましたら、こちら、ウランがあったりとか、ダイヤモンドがあったりとかしてます。まあ、ウランぐらいは知っといてもいいかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、オーストラリアのウラン生産量は、一応ですね、2位になってます。えー、ちなみに、ウランの生産量第 1, 位を第1位はどこの国か知ってますか まあこれは意外とあそんなところなんですねって感じなんですけども1位はカザフスタンですでカザフスタンオーストラリア、まあ、この2つが連なっていたらこれウランの統計じゃないかなってまあ反応できたらいいと思いますし、まあ、地図上で見ても結構カザフスタンとオーストラリア目立ってるし見つけやすいですよねカザフスタンってまあ中央アジアで一番面積でかいからあのドドーンっていう面積のところにドドーンってなんか丸がついたらあこれカザフスタンの,あのウランやみたいな感じで発見ができると思いますので問題解きやすくなると思います 最後にこちらグレートバリアリーフを確認しておきましょう。グレートバリアリーフはサンゴ礁の一種で、種類でいうと保障と呼ばれるものに分類をされることになります。あの、干渉とか、まあ、巨匠とか他にも種類があるんですけども、サンゴ礁の出来方についてはこちらの動画で語ってますからご覧ください。お願いいたします。はい。ということで、まあ、地形についてはこんなもんでいいですね。そして、えー、右側の方に行きまして最後に代表的な都市の確認をして終わりたいと思います。これはサクッといきそうですね。 まず、オーストラリアなんですけども、首都はどこですかって言われて答えられますか、えっと言われて大丈夫ですよね。首都はキャンベラです。大丈夫ですかね。キャンベラでございます。ここに書いてあります。キャンベラです。はい、キャンベラの特徴は人口があまり多くない42.4万人であるということ。あとは政治都市でありまして、計画的に作られた首都で放射環状という綺麗な街路を有するところであること。このあたりを押さえるのが良いと思います。 で、なんでキャンベラというこのなんか大した特徴ない40万人程度の都市が首都になったんだろうかというと、これはね、この2つの喧嘩があったんですよね。人口が一番多いのがシドニー452万人であります。2番目が435万人のメルボルンでございました。で、オーストラリアはもともとそのイギリス領だったわけなんで、そのイギリス領から独立をするとなった時にさ、独立して1個の国になるんだったら、まあそれちゃんと首都決めるべきですよね。で、決めるときに、いやいやいや、俺が首都やでと。だって俺いずれなんかオリンピックとかしそうな 気配あるしみたいな。いや何言ってるの私ですよと私はいずれ世界で一番暮らしやすい都市にノミネートされる自信がありますわよみたいな感じで言ってこの二人が喧嘩をするんです。で、ま丸七丸八じゃないですか場所は確認してほしいんですけど丸七と丸八ですよね。で、まあ、この丸七丸八の挟まにあるのがキャンベラなんです。 もう二人、喧嘩をやめてと。もうそんなにあんたたち喧嘩するだなら、私が首都になるわ。みたいな感じで、メロボルンからもシドニーからも近いところに、えー、新しい首都をドデーンで作ってきまして、ここを首都にしました。そんな感じで、首都誘致をめぐる二都市の争いを緩和するために、二都市からのアクセスが良好な中間地点に首都を作ったよこれがキャンベラというものが首都になったゆえんであります。 まあそうやってでもね、せっかく一から新しい都市を作るわけなんで、どうせ新しく街づくりをするんだったら、綺麗な道路の形がかっこいいんじゃないって言って、それで、例えばそ同じような事例でブラジリアをジェット機型にしましたけども、今回のキャメラの場合は、まああの、本ン感情ル型っていうのを作ることになりましたということになります。 はい。で、あとは、ちょっとこれは、入試上ちょこちょこ狙われますのは、このね、えー、と、ゴールドコーストをぜひ知っておきましょう。ゴールドコーストは東海岸側で、で、暖流がこう流れてますから、温暖でございます。温暖でありますところで、非常に過ごしやすいわけなんで、このゴールドコーストは海岸保養地になってます。特に重要なのは、その海岸保養地が、高齢者の引退移動先になっているんだっていう点なんですよね。 この高齢者とは何者かというと、海外から来られる方だと思ってください。それこそ日本人も、定年まで日本で働いた後で、余生を送る時のその、ま、第二のふるさとみたいな感じで、このゴールドコースを選ぶ場合っていうのがあったりするんですよ。まあその やっぱさ、日本人、何でもそうですけど、まあ、高齢者の方々って、まあ、基本的に寒さに弱いんだと思います。やっぱりその、高齢者の方々がお風呂場で亡くなるっていう事故って結構日本でも多いと思うんですけども、あれ別にその、お風呂場でなんか、そのつるっとすべてすってん、ころげんで死ぬわけじゃないですよね。その、お風呂場から脱衣所に出る時の気温の差に、うって心臓が鳴って、それで死んじゃうっていうパターンが多いわけです。だから、寒いところで余生を送るっていうのは、まあ、日本もね、気温変わりやすい国ですから、よくないと。 でそこに、ね、災害のリスクも小さくて温暖なところってどこがいいかなって言って、シンガポールとかもそうなんですけども、このゴールドコーストが選ばれるってことになるわけなんですよね。 うん、だからもうおじいちゃんおばあちゃんめちゃめちゃビーチになんかあのサングラスでこんな感じで寝てたりとかするっていうそういう姿が見られるのもまあこのゴールドコースのまあ面白いところです。以前のアメリカの場合だったら北の方のフロストベルト的なこの五大湖の近辺に住んでた人があのフロリダ半島マイアミに移り住むなんてことをやってたみたいな話もしたことがあったんじゃないでしょうか。 ということでございました。はい。まあ、結構あっさりとこの辺はいきましたね。では、ニュージーランドは、これもですね、あの人口1位の都市が首都じゃないんだよっていう事例になっております。えー、9番目の都市、こちら、オークランドが、これが人口1位16、161万人です。ただ、首都はウェリントンであります。まあ、簡単な覚え方で言いますと、人口が一番多くなっているのがオークランドで、ウェリントンが首都なんですよね。という、 これで麦がり叩き込んでもらったら、まあ頭には入るんじゃないかなと思いました。さあ、今回はあっさりでございますけど、この辺にしておきたいと思います。次回はオセアニアの農牧業、っていうか、まあほぼほぼオーストラリアの農牧業を見ていこうと思います。ではでは。